さあ乗りますよ。さあ屋根が見えてきましたね。外の景色もなんとなく見えますでしょうか。もう相当高いところにいますね。今この前方に見えるこちらが先ほど歩いてきた鉄橋のところですね。風がとても気持ちいいです。なんかもうこの塔をガシガシ上がってきたので、なんか風がなんか冬で寒いというよりかは心地いいですね。ここから螺旋階段になってまいりました。いよいよというところでしょうか。到着しました。ホルガンツアー、ジェルに沿っていきましょう。最高にいい眺めですね。はい、では降りてまいります。だからね、上りよりもね、下りが足元に気をつけないといけないので大変ですね。はい、先ほどの場所に着きました。ここが一方通行になっているということですね。さて、最終的に建物の外に出るときは登ってきた場所と同じところ、ここから降りていきます。なので登ってくる方とすれ違う道になっております。時々左側を歩かないといけなくてはいけなくて、この危ない感じを下っていくようになります。行きはよい、帰りはつらい。あれこんな長かったかなっていうぐらい長く感じますね。なんか今これ以上は
私はもう先には進めないという声が聞こえましたが、ようやく出口にやってまいりました。ここから大聖堂の中もちょっと見えますね。はい、ドームツアーお疲れ様でございました。僕はもう何度も登ってるのでそんなに疲れなかったですね。いやー暑かったですね。外へ出てまいりました。いやだいぶ高いところまで登りましたね。まあ、僕もともと暑がりなんですけど、塔を登って降りてくる途中暑すぎて汗びっしょりになってしまいました。僕はこのままケルンの町散策に出かけます。ところでケルンといえばオーデコロンが有名ですね。フランス語でオーデコロン、ケルンの水という意味です。そのケルンの水オーデコロンの語源となったものが売られているお店がこちらです。この4711と書かれてあるものが香水の名前ですね。柑橘系で非常に優しい、男性女性ともに使える素敵な香りがする香水です。もう近づいてきましたのでこれから食事に行ってまいります。オドイツの素敵なところは街によってその地ビールが楽しめるというところですね。今回は今ケルンにおりますのでケルンの地ビールケルシュを紹介いたします。ケルンビールといっても結構いろいろ種類がありまして、どこにしようかなという感じなんですけれども、シオンと書いてドイツ語読みだとジオンですね。この辺りはさすがお土産物屋さんがかなり充実してますね。旧市街のマーケット広場にやってまいりました。アルターマークト、今はこんな感じなんですけれども、催し物があるときはここに屋台がたくさん並んでますね。なんか面白そうな人たちがいますね。何のお祭りなんでしょう。オドイツはカーニバルでも有名な国なので結構コスプレ好きの方が多いかもしれません。そう、自分はやりませんけど人がやってるのを見るのは面白いですね。ライン川の方に出てみましょう。ご覧いただいての通り、オードイツは石畳の道が多いんですね。おしゃれな靴で来てしまうと結構足が疲れてしまうので、歩きやすい動きやすい靴でいらっしゃるようにしてください。ザンクトコースマーティン。
ライン川、そして有名なライン川下りの KD 汽船ですね。今日は天気がいいので非常に気持ちがいいですね。昼食にいたしましょう。せっかくなので大ドイツらしい食事を楽しみますね。おドイツの方々は太陽が大好きですね。こちらの側は日が照っているので人がたくさんいますね。しかし一方でこちら側の日陰側のお店あんまり混んでなさそうですね。まあ、僕は別にそんな明るいところで食事しなくてもいいので空いてそうなこちらにします。こちらのお店にしましょう。カーニバルの告知がありますね。早速運ばれてまいりました。僕はこのタイプのケルシュ飲むのは初めてなんですけれども、名前がギルデンというもののようです。では早速いただいてまいります。あー、やっぱりオドイツのおビアは最高ですね。このケルンビールケルシュの特徴はこの細長いグラスで運ばれてくるんですね。それを何杯も何杯も飲むような感じです。飲み干したこの状態でしばらくしていると店員さんが新しいビールを自動的に運んできます。もうこれ以上いりませんという場合はコースターでこのように合図しておく必要があります。この状態でずっと置いておくとどん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 新しいものが用意されます。ワンコそばのようなワンコビール状態となるわけです。おドイツのレストランではテーブル担当の方がいらっしゃいまして、その担当者以外は基本的に声をかけても来てくれません。僕のテーブル担当の方はなんか広域を担当されていらっしゃるんでしょうか。なかなかいらっしゃいません。結構お忙しいお店とかだと逆にビールを大量に持ち歩いた方がどん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 次のものを置いていくんですけれども、ここのお店はそこまで世話しない感じじゃなさそうですね。はい、おドイツ雑学を一つ紹介いたします。ここにメモリがあるんですけれども、おドイツではこの線以下でビールが出てきてはいけないようになってます。まあ、僕はいちいちクレームしませんが、ドイツ人だとはいここ入ってないよっていう風に言う方もいらっしゃいます。で、僕もあまりにも泡がひどすぎるときは言ったことがありますけれども、まあまあこのぐらいだったら僕は許容範囲かなと思っておりますが、このメモリがあるの面白いですよね。お料理が運ばれてきました。わー、美味しそうですね。本日はザ・オドイツな昼食をいただきます。3杯目、ウェイ。演奏が始まっていますね。
さてさて、いろいろ街を見て回ろうかなと思ったんですが、今日はやっぱり日曜日ということで、お目当ての場所は空いてなかったりするわけで、そろそろデュッセルドルフの街へ戻ります。はい、それではデュッセルドルフの街に帰ります。デュッセルドルフ町駅、なんか特急列車しかなさそうなんですが、ようやく10時31分に快速列車がありますね。切符を買ってみました。行きと同様、値段は11ユーロ90セントですね。利用した駅は行きと帰り違うんですが、同じ市内ということで同じ料金が適用されています。この県名を見ると Zum sofortigen Fahrtantritt bereits entwertet となっております。なので打刻の必要はない切符のタイプとなっております。そのまますぐに列車に乗り込んで平気です。僕が乗る予定の列車が少々遅れているようです。この県名に Zum sofortigen Fahrtantritt と書いてあるんですけれども、なんか乗る時間がもうこのチケットを買ってから sofort とは言い難いなということで、一応乗る前に打刻していきます。まあその方が安全ですよね。まあそこまで細かく言われるかどうか分かんないんですけれども、まあオドイツなんでねちゃんと順序従っていた方が良さそうな気がするので、打刻して列車に乗り込んでまいります。まあ、右側でも左側でもどっちでも良さそうなんですが、はい、打刻しました。Nächster Halt, Köln-Messe Deutz. Planmäßige Ankunftszeit 14.33 Uhr. 今日僕が歩いてきた鉄橋の真横の道はこちらですね。デュッセルドルフの旧市街に来ました。これから昨日会えなかった方と食事をしてまいります。ここの通りは非常に本来は賑わっているはずなんですが、やっぱり日曜日の夕方ということで静かな感じですね。そしてそしてこちら飲み屋街です。まあ、一風変わってかなり騒がしい感じですね。ちょっとね、この中からね人を探すっていうのはちょっと
大変ですが、ちょっと頑張ってみましょう。はい、今日はたくさん飲みました。会いたい人にも会えたし、楽しい会話もできました。いよいよ明日一番家帰ります。いや、日曜日の夜なんで、飲み屋街を離れるとガラーンと静かですね。そしてそしてそんなに寒くないですね。なんか夜の方が意外と暖かく感じられるかもしれないですね。これから地下鉄に乗って帰ります。